こんにちは、アンゴロです。今回の話題はこれです。ドーン。ビットコインに売られすぎシグナルが点灯。何が起きたのか、どうすればいいのかに感謝す。ニュースだ。8年間でわずか6回発生のビットコイン売られすぎ指標が点灯。アドバンスの NVT シグナルから来る潜在的な強気のシグナルが点灯した。このように売られすぎたことは過去に数回しかなく、その度に強い反発が起きている。チャートだ。反発が弱い。これはビットコインの冷やしチャートです。今年2021年7月のオリンピック試合開始前日の安値は 29,278 ドル。試合開始と同時に上昇気象に変わり、9月は調整、10月に大きく上昇して6万ドルを突破し、11月10日に最高値6万9千ドルをつけました。その後下落基調に入り、12月4日に暴落して5万ドルを大きく割り、安値4万2千ドルまで下がりました。一旦反発して12月6日に5万ドルに復活しましたが、反発が弱く、再び5万ドル割って12月10日の現在価格は4万8070ドルです。以上が最近のビットコインの値動きです。そして最近 NVT シグナルに売られすぎが点灯しました。NVT シグナルは NVT レシオの拡張バージョンのインジケーターです。NVT レシオとはですね、ネットワークバリュートゥトランザクションズレシオ。トランザクションに対するネットワークの価値の比率。仕切った。NVT レシオイコールコインの時価総額割る1日に転送されたオンチェーンボリュームのドル換算金額。ややこしいね。つまり NVT レシオはコインの時価総額と1日の送金金額の比率をもとに買われすぎなのか売られすぎなのかを判断する指標です。例えば極端な例で、ビットコインの時価総額が100兆に対して1日に全体で1万円分のコインしか送金されていなかったら、ビットコインは明らかに過大評価されていて買われすぎと判断されやすくなります。この時の NVT レシオは100兆割る1万イコール10億。一方ビットコインの時価総額が100万円に対して1日に全体で100兆円分のコインが送金されていたら、明らかに過小評価されていて売られすぎと判断されやすくなります。この時の NVT レシオは100万円割る100兆円イコール0.0000001。実際はこんな極端な数値にはなりません。つまり NVT レシオが上がれば買われすぎ、 NVT レシオが下がれば売られすぎです。このように NVT レシオはコインがどれくらい使われているのかを価値の判断材料に含めているインジケーターです。次に NVT レシオの拡張バージョンの NVT シグナルは、分母の1日の送金金額を送金金額の90日平均に変えたものです。ビットコインの送金金額は日によってまちまちなので、1日の送金金額で NVT レシオを計算すると、昨日の NVT レシオは超高かったけど、今日は超低いみたいに変化が激しくなりやすいので、送金金額を90日平均にしてトレンドを把握しやすくしたのが NVT シグナルです。ずっと!これは2013年以降の NVT シグナルです。水色の線が NVT シグナル。黒い線はビットコインの価格です。赤色と緑色の線は NVT シグナルの365日移動平均線の標準偏差の線です。標準偏差とですね、言い換えると標準的な平均値との差です。単位はシグマ。確率統計学的に平均値のプラス1シグマからマイナス1シグマの間に全体の 68% のデータが入り、平均値のプラス2シグマからマイナス2シグマの間に全体の 95% のデータが入ります。なので、値が2シグマの線を外れるのは、出現確率 5% の珍しいことです。この図には4本のシグマの線が書かれていて、赤い実線はプラス4シグマ、赤い点線はプラス2シグマ、緑の点線はマイナス 0.5 シグマ、緑の実線はマイナス 1.2 シグマです。注目はここです。追記。黄色の矢印が指している箇所は、水色の線が赤い線を越えた、または接近したタイミングです。これを上振れタイミングと呼びます。上振れタイミングは過去に5回ありました。追記。紫色の矢印の箇所は、上振れタイミングでのビットコインの価格で、爆上げの頂点と一致します。ただし、一番右端の紫矢印を見ると、
価格は最高値をつけましたが、そのまま下降トレンドに入らずに1ヶ月後に最高値を突破して 1.5 倍の価格まで上がったので、他とは動きが違います。この原因は、テスラがビットコインを購入し、ビットコイン決済導入を発表した途端に急騰したので、テスラ上げと考えられています。追記！黄色の期間は NBT シグナルが緑の線より下にいた期間です。この期間を下振れ期間と呼びます。先ほどとは違い、下振れ期間は長いことが多いので、矢印ではなく四角で塗りつぶしました。下振れ期間は細かく分けて過去に11回あり、今回が12回目です。なお、線を下に突き抜けた後、上に戻ったけど、1ヶ月以内に再び下に突き抜けた時は、下振れ期間継続と判断しています。また、丸3から丸6を1回、丸7から丸9を1回とカウントした場合は、過去に6回あり、今回が7回目です。下振れ期間値の過去を見ると、期間値の安値が底になり、期間が終わった後に上昇トレンドに入っていることが多いです。例えば、丸1、丸2、丸3のタイミングで買った場合、その後の爆上げで大きな利益を得ることができました。最近だと、丸10はコロナショックでビットコインの価格が50万円前後まで下がっていた期間で、この期間中に買った人は、その後の爆上げで10倍以上の利益を得ました。丸11は、テスラのビットコイン決済停止をきっかけに暴落した後の下落基調の期間で、この期間中に買った人は2倍以上の利益を得ました。ただし、すべての下振れ期間が買いタイミングだったわけではなく、一つ例外があります。それは、丸9で、2017年の仮想通貨バブルの頂点をつけた後の期間です。この期間中に買った人は、1年以上含み損を抱えています。そして今回は、丸12で、11月末から下振れ期間に入り、12月に大きく下げ場を拡大しています。このインジケーターで一つ気になるのは、オンチェーンアナリストのウィリー・ウー氏が作成した NBT シグナルと出力結果が異なることです。ずっと！これはウィリー・ウー氏が作成した NBT シグナルの結果です。水色の線を見ると大まかなチャート形状は先ほどと同じですが、数値が大きく異なり、細かく見ると形状も結構違います。追記！黄色は下振れ期間です。下振れ期間は過去10回で、今回が11回目です。先ほどと異なる下振れ期間は丸7です。この期間は2019年前半の爆上げで頂点をつけた直後で、この期間中に買ったら1年以上含み損を抱えることになります。つまり、ウィリー・ウー氏の NBT シグナルでは、丸6と丸7で買ったら長い含み損です。以上のように、出力結果が異なる NBT シグナルがありますが、原因を予想すると、ビットコインの時価総額の計算は簡単なので、転送されたオンチェーンボリュームの集計方法が両者で異なっている可能性があります。これは一体どういうことか？もし原因が分かったら報告します。いずれにせよ、両者に共通していることは、NBT シグナルが赤い線を越えた、または接近したらシグナルが急落し、価格が頂点をつけていることが多いこと。一方、NBT シグナルが緑の線を割った時は、シグナルがすぐに反発するとは限らず、下振れ期間中に価格が底をつけて、期間後に大きく上昇していることが多いことです。なので、ビットコインに積み立てて長期投資していた場合は、何も考えずに定期的に同じ金額分を購入するより、NBT シグナルを見ながら赤い線から離れている時は定期的に買い、赤い線に近づいたら買うのをやめ、緑の線を割ったら購入金額を増やすといったようにバランスを変えて購入していた方が利益は大きかったと考えられます。具体的なシミュレーションをもとに最適なバランスのパーセントと利益が何倍違ったのかについては時間がなくなったので今度時間がある時に検証しておこうと思います。現在は下振れ期間に入ったばかりで下降トレンドはまだ続く可能性はありますが、長期目線でビットコインが最高値を更新すると予想して投資するなら NBT シグナルの観点では現在はドルコスト平均の買いタイミングに入っていると言えます。以上、ビットコインに売られすぎシグナルが点灯、何が起きたのか、どうなってしまうのかの回でした。この動画が面白かったらグッドボタンお願いします。富岡太郎さんご予算を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。